橋梁上から南側を望む南側から橋梁を望む八戸大橋は青森県八戸市に架かる橋である。八戸港と荒井田川河港に位置し1976年に開通した橋梁の長さは1323.7メートル。連続箱下形式の橋梁で青森県で一番長い橋梁であり八太郎大橋と共に 八戸港の沿岸部の港湾道路をつないでいる。路線名は白銀北沼線である。八戸大橋は八戸市を代表する橋の一つで、市民からは夢の大橋として親しまれている。かつて、まぶち川と新井田川の合流する川口付近にかかる橋がなかったため、車両は5キロほど上流に位置する大橋を渡る、他なかった。しかし、 1963年の新産業都市指定を契機に沿岸部を南北に結ぶ港湾道路整備計画の一つとして八戸大橋が計画された。八戸大橋は八戸港に入港する漁船を考慮して水面から橋桁まで30メートルの高さで中央景観は165メートルに及ぶ。1976年に暫定供用が開始し、1980年に 全面供用に至った。総工費は89億3700万円。八戸大橋は建設当時、連続箱下手形式という種類の橋梁の中では、国内2番目の長さの橋だった。八戸大橋では、八戸花火大会が1980年から毎年、夏に、ヤカタ行漁港を会場にして開催されている。また、1991年から、 ライトアップが行われている。ありがとうございます。